北韓が4日、弾道ミサイルを発射したことを受けて、国連安全保障理事会の緊急会合が、アメリカ時間の5日夜、開かれましたが、中国とロシアの反対で、安保理声明の採択には至らなかったことから、会合後、アメリカ、韓国、日本など、11カ国がミサイルの発射を強く非難する共同声明を発表しました。 アメリカのトーマスグリーンフィールド国連大使はニューヨークの国連本部で開かれた安保理の緊急会合の後共同声明を発表し北韓による4日の中距離弾道ミサイルの発射と9月25日以降の7発の弾道ミサイルの発射を強く非難しましたさらにアメリカを含め声明に加わった国々は北韓に対話への復帰を促すが 北韓が核不拡散体制を揺るがし国連加盟各国に対して安保理の対北韓制裁決議を徹底して履行するよう求めました5日の安保理の緊急会合ではアメリカをはじめとする西側諸国が北韓によるミサイルの発射を非難する声明の採択を目指しましたが 中国とロシアが反対し、一致した姿勢を示すことができませんでした。